この映画なんかものすごい感じなんですけど、何か共感できるところってありました？この女性に。そうですね、まあまあ、あのいろんな困難があっても、まあ、本当に最後まで諦めずやる自分自身を見つめ直すっていうところは共感できるかなと思います。沢さんは何か自分探しというか自分を見つめ直す旅に出たことってあります？まだないんです、実は。あのいろいろなところを回っていながら、あのまあいろいろ旅行行ったりとか、まあ、あの今まで見てないところに行ったりっていう機会はありますけど、まあそこまですごい自分を見つめ直すっていうのはまだなので、どっちかっていうともう日々に追われてる感じですかね。今はいろいろ日々に、はい、なんかそういう自分のこう探す旅みたいなの行きたいなって思ったことあります？ありますね。あの自分探しというか、やっぱり今まで経験してないところ、あのことだったりとか、やっぱり行ったことないところに行ってみて、あのいろんな感性を持ったりとか、そういうのはちょっとで、いろんなこう今まで出会ったことのないような人たちに会って、いろいろあの学びたいなっていうのは、はい、思ったことはあります。数十年いろんなところに行って一番こう感銘を受けた場所とか、何かこう自分に影響を与えたところってあります？でも最近行った中では、やっぱりあの私世界遺産がすごく好きなので、あのイタリアにの世界遺産を見た時はすごくなんかいろいろ良かったかなっていうのと、あとはギリシャのパルテノン神殿はなんかすごく良かったです。それどういう感じ？なんかもう言葉には表せないですね。もう別に何をするとかいうわけではなかったんですけど、実際ただ建物を見てなんか眺めて、なんかそのエーゲ海のところも見ながらと、すごく良かったです。イタリアはどこ？イタリアはいろいろ行きました。ローマも行きましたし、フィレンツェも行きましたし、ミラノも行きました。世界遺産っていうのは？コロッセオを見たりとか、あと、コインなんて言うと何でしょう、トレビの泉、はいはい、だったりとか、あと、はい、いろいろ行きました。でもイタリアも、ね、ギリシャもなんか新婚旅行のコースみたいですよ。いやいやいや、もう一回行ったので私が、はい、なんか行ったことないようなところ行きたいなと。あ、行く予定はあるんですか？今はまだちょっと考えてないですけど、まあ行きたいなという願望はあります。先ほどもこのどん底っていう話してましたけど、沢さんの中でどん底っていつですか？10代の時とかに、やっぱりあの企業のチームがいろいろ撤退したりとか、あの日本女子サッカーリーグのところで、まあ、そういうのがありまして、私自身もあの契約を3ヶ月で打ち切るって言われて、まあ、そのままチームに残りたいのであればバイトを探してって言われた時には、やっぱりちょっとこれから自分のサッカー人生どういうふうにしなきゃいけないのかなっていう考える時期はありました。その時はどう乗り越えたんですか？その時はもうあの1回しかない人生なので、ちょっといろいろやってみようと思ってアメリカ行きを決めました。はい、なるほど、そこにつながるわけですね、はい、こういったアメリカとかでこういった場所とか山行ったり何行ったりとかは、あの私以前コロラド州のデンバーに住んでいましたので、山が多かったので、あの犬を連れて友達とハイキングとかはありましたけど、こういうバックパックを背負ってっていうのはしたことはないです、はい、なんか今後まだまだちょっと激しいこう経験をしたいなとか、そういう気持ちってあります？したいなって言ってても、多分自然とそうなると思うので、いろんなことを多分あの経験すると思うので、まあそれを全てネガティブに思うこともなく、やっぱりあのいろんなことが人生はあると思うので、常に前向きに、あのそういうことが、まあ、マイナスなことが起きたとしても、全部それはしっかり受け入れて、どういうふうにすればいいかっていうのをしっかり自分と向き合って乗り越えていきたいなと思います。こう何でも予測する沢さん今後 その乗り越えなくちゃいけない壁っていうのはどんなことを予測されてますか？ちょっと分かんないですね。それできたら準備しっかりできると思うので、はい、わからないですけど、はい、先ほどもおっしゃってましたけど、まだあの一緒には住んでらっしゃらない、はい、いつ頃から？まあそれはちょっとまだわからないですね。自分が今現役でやってるの で、ね、まああの、うん、今は何ともいつとは言えないです。じゃあ現役
のうちはまだ同居はしない。ちょっと難しいですね。多分今自分が神戸でプレーしていますし、まあ、彼も仕事もしているので、はい、でもちょっと新しい遠距離婚で、ね、でもそういうふうに言ったら大宜味選手も、あ、大宜味選手だって海外と日本ですなので、あ、まあ、全然もうお互いのそういう信頼関係がしっかりできていれば大丈夫だと思っているので、で、まあ本当に、はい、私もあの相手のことは尊重しているので。大宜味選手からはアドバイスはありましたか？あの、ないですなんかこう遠距離でもいい関係を保つ秘訣みたいな。でもあの当時彼女もあの結婚して離れ離れで遠征の時とかも、まあ、スカイプをしたりとか電話したりとかしてあの連絡は取ってたみたいですし、まあ、はい。サウさんは今どういうコミュニケーション？もう普通に連絡は毎日取ってます。はい、電話ですか？あ、そこも聞きます皆さんが思ったら、はい、はい、皆さんと同じようなことです、はい、その旦那さんがあの、まあ、奥さんができたらサッカーやらせたいなみたいなことをおっしゃってたんですけど、どうですか、澤さん的な今後の計画とかって何かあるんですか？いや、でもまあ、 あの本当に先ほどもあの言いましたけど、あの子供のやりたいことはあのやらせてあげたいなと思いますし、あの何でもでもまあ環境的にもしかしたらサッカーになってしまうのかもしれないですけど、まあ、子どもの可能性があるのであればやりたいことっていうのはなかなか見つけられない中、まあ、やりたいっていうことはあの全力でサポートしてあげたいなと。いつまでにこうそういうなんか同居したりとかそういった風になっていけたらいいなみたいな目標とかって？あ、全然ないです。もう自然になるのはいいなという感じです。そのあたりは目標は作らないんですね。そうですね、まあ、はい、自然にですね。ではそろそろお時間ですので、よろしいですか？はい、はい、すいません。今後の夢を最後に聞かせてください。今後の夢ですか？さっきはサッカーの夢だったので、あの澤穂希さんの夢を。夢ですか？まあでも今の自分のまあ当面の夢はもちろん、まあ、生活は別として、まあ、東京オリンピックの仕事に携わる仕事がしたいです。